甲子園って聖地だと思うんですよ。高校生が野球やってたら全員がそこに行きたい。まあ本当にメジャーリーグで言ったらワールドシリーズみたいな場所なので、甲子園っていうこの3文字本当いろんな思いが詰まってるんで、世の中で忘れられてるような純真さを皆さんが求めてるんじゃないかな。よつけ！ね！目的ってのは野球と一緒に人間性を高めていく。おはようございます、ありがとうございます。おはようございますありがとうございます。うちの子たちね、一生かけてフォローはできるけれども、3年間しか入ってきた子たちには やってあげられない。本当に見たことがないの、子供の試合を。1番重成和夫、チームが勝つために自分は何しなきゃいけないかってことをしっかり考えてやってください。いいですか。はい、一戦一戦戦ってこう。 OK、 もらって。何やっても何やってもうまくいかなくて、足替えていってボールを追っかけたいです。それだけです。働き方を見直す動きは今日本社会の課題となっています。ある程度したら針金外してあげなきゃいけないんだなって知ったのはここ最近。高校野球に古くていいものたくさんある。だけども新しくて変えていかなきゃいけないものは変えていかなきゃいけない。スコアボードは僕の通知表ですから、それがどういうふうになるか。